メキシコ麻薬戦争は麻薬組織同士の縄張り争い及び麻薬密売の取り締まりを推進するメキシコ政府と麻薬カルテルとの間で2022年も進行中の武力紛争のことを指す。メキシコの麻薬カルテルや麻薬密売組織は隣国のアメリカを最大の消費国として長年にわたり存在し続けている。20世紀の古くよりメキシコは 麻薬の主要な生産国、中継国であり、現在もアメリカへの大麻及びメタンフェタミンの主要な供給元である。アメリカでは1960年代後半、ベトナム戦争において、アメリカ軍兵士の戦闘力を奪うため、北ベトナム軍によってアヘンを、 売春宿やバーを通じて恋に流通させられた上にヒッピーの流行に合わせてアメリカ国内で若者を中心にマリファナなどの麻薬の流通が急激に増加していた。これに対してリチャード・ニクソン政権は1970年に特定の薬物の製造、輸入、所有、流通を禁止した規制物質法の策定を行い1973年5月に 麻薬取締局を設立し、国内外の犯罪及び、反政府勢力の資金源となる中南米とアジア、中東からの麻薬の密輸撲滅に取り組むようになっていた。しかし、人員も予算も少ない状態が続き、真剣に取り組むようになったのは、ロナルド・レーガン政権の1980年代に入ってからであった。レーガン政権下の1982年に、 アメリカが断交した麻薬相当作戦以後南部フロリダ州及びカリブ海地域での取り締まりが強化されると生産地のコロンビアからフロリダへの船舶及び航空機を使った密輸は極めて難しい状況となり新たに地続きのメキシコ経由が主流となっていくメキシコ人は密輸サービスの対価として現金を受け取っていたが 1980年代後半になると、メキシコの輸送組織とコロンビアの麻薬密売人は支払い協定に同意し、さらに1980年代後半から1990年代にかけて、世界最大の麻薬生産国であったコロンビアのカリカルテル及びメデジンカルテルがアメリカの協力を受けて壊滅したことによって、これまでは単なる経由地であった。 メキシコの麻薬カルテルはより強い力をつけ始めた。メキシコにおいてアメリカのおかげで冷戦下でそれまでは表に出なかった反共与党である制度的革命党の政治家と強力な資金力を持ったカルテルとの縁が明らかになってきたのもこの頃である。1988年より 制度的革命党より大統領となったカルロス・サリナスでゴルタリは汚職追放を推し進めることを公約し、制度的革命党の保守派外からの幅広い、そうからも高い支持を受けたものの、大統領現職時代からカルテルと兄弟を通じての関係が噂され、兄のラウルサリナスが麻薬取引に関与して逮捕されたことを受け、大統領辞任後の1995年3月に、 アメリカに出国。事実上の亡命であった。2000年には、国民より敬愛されていたフアンヘスス・ポサダス・オカンポ、数奇教の五人暗殺をはじめとする、麻薬カルテルによる度重なる、殺人事件と、汚職、輸着に嫌気がさした国民により、制度的革命党は1929年より、長年保持した与党の座から下ろされている。 さらに2004年12月には、メキシコ最大の麻薬カルテルの、ガルフカルテルと緊密な関係にあったと噂されていた、カルロスの末ッテイエンリケ・サリナスは、他の麻薬カルテルによって暗殺されている。しかし、麻薬カルテルの中心メンバー、特に、ティファナカルテルとガルフカルテルの主要メンバーが、拘束されて、以降、麻薬カルテルは、メキシコとアメリカにおける麻薬の輸送ルート確保に、 一層力を入れるようになったため、麻薬に関わる暴力事件はむしろ増加傾向にある。メキシコのヘロイン生産、消費のシェアは世界的に見ればわずかではあるものの、世界最大の消費国であるアメリカへのヘロイン供給では大きなシェアを占めている。現在アメリカ国内に流入する外国製麻薬のおよそ70%がメキシコの麻薬カルテルが関与している。 アメリカ合衆国国務省は2004年の統計でコロンビアで生産されメキシコを経由してアメリカに流入するコカインは全体の90%にも及ぶと見積もっている。また、これらの違法薬物の卸売による売上は年間で136億ドルから484億ドルになると見られている。アメリカによる 電子送金の監視が厳しい現状から、メキシコの麻薬密売人は車やトラックによって、メキシコへ麻薬取引の代金を持ち込んでおり、その金額も増え続けてきた。2006年に誕生したカルデロン政権による麻薬カルテルに対しての春烈な清掃作戦は、民間人を巻き込みながらも、大量の麻薬カルテルメンバーを逮捕、または射殺等で、 代理処刑することで対策している。2009年には、マリファナ、ヘロイン、コカインの個人による少量所持が合法化され、2019年、大統領のアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドールは、薬物戦争は終わった。我々は、平和を望んでいるとし、薬物規制法を刷新し、 薬物の所持や使用を批判罪化し、取締りに使っている資金を薬物依存症からの治療に回していく方針を語った。以降の大量の記述は2010年あたりまでのものとなっており、その後の動向をこの節に記載する。2015年時点で麻薬カルテルの主要な勢力はシナロアカルテルとハリスコ新世代カルテルに集約されており、それ以外は弱体化。 もしくは消滅したと見られている。2014年2月にメキシコ麻薬界最大の大物と言われ、経済誌フォーブスにビリオネアとしてランクインもしているシナロワカルテルのボスであるホワキン・グスマンが逮捕された。シナロワカルテルは2010年にメキシコ軍の総統作戦によってナンバー2のイグナシをロネるビジャレアルが射殺され、今回のグスマンの逮捕によって指導者は 不在となった。蒸気を一した凶悪性、残虐性で知られる、ロス・セタスでは、創設者の二人が週慣、射殺されており、セタスをガルフカルテルから離脱させ、蒸気を一した凶悪、残虐集団へと変容させた、超本人、エリベルト・ラスカーノは、2012年10月に、軍の総統作戦によって射殺され、後継者のミゲル・トレビーニョ・モラレスは、翌年、 2013年7月に逮捕され、抗禁中である。これらにより、セタスは、分裂状態で、ロッセタグルーや、オールドスクールセタスを名乗る分派が結集し、カルテルデルノルステという、新たなカルテルを作った。1980年代以降に創設された、麻薬カルテルのボスや最高幹部のほとんどは、逮捕。 または射殺されており、それら処置のほとんどは2000年代以降で、特にカルデロン政権が本格的に麻薬戦争を開始した2007年以降に集中している。このカルデロン政権は麻薬組織に対し極めて厳しい姿勢で退治しており、逮捕したメンバーには春裂な拷問が加えられているとも言われ、麻薬組織はメンバーが警察や軍に 組織の情報を提供すると、そのメンバーの親族が殺害されると、凶悪、残虐極まる、麻薬組織の掟があるが、厳しい拷問に耐えられず多くのメンバーが、白状しているという。また、有益な情報を白状したメンバーには、恩赦が与えられたり、刑務所内で好きなものを食べさせたり、携帯電話やアルコール、タバコを与えると、 特別待遇で優遇しているとも言われており、捜査当局、司法当局に対する批判が根強いのも事実である。だが、カルデローン政権による犯罪組織に対する壊滅作戦は着実かつ大きな結果を出しており、国内外問わず高い評価を得ているのも事実である。メキシコ政府は麻薬戦争は終わったとしているが、実際の状況は逆であり、 2016年頃から構想が再び激化し始め、2017年には死者数が過去最多となり、2018年にはそれを20%上回り過去最多を更新。さらに2019年もそれ以上のペースで殺人事件が増加し、治安は最悪化している。また、ブラジルでも麻薬カルテル同士の構想が激化の一途をたどっており、 殺人件数が過去最多の状況となっている。メキシコの麻薬戦争が急激に悪化した理由を、米国トランプ大統領の失勢、ヘイト発言が原因と指摘する人たちもいる。そして、トランプのメキシコ移民政策は、麻薬犯罪の対策には何一つ役立っていないという指摘がなされている。2018年11月、国連システムは、 薬物問題に関して人権に基づく、科学的証拠に基づく政策を取ることを重視しているという声明を行った。2019年初頭には、大統領のアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドールは、薬物戦争は終わった。我々は、平和を望んでいるとし、薬物規制法を刷新し、薬物の所持や使用を批判罪化し、取締りに使っている資金を薬物依存症からの、 治療に回していく方針を語った。6月には国際麻薬統制委員会は薬物の個人的な使用のための所持を非犯罪化したり治療するという大対策を活用していくこと、また薬物犯罪による死刑の廃止を求め各国政府当局による殺人が大きな懸念となってきていることを声明として発表した。2020年にはメキシコもと 国防省のサルバドルシエンフエゴスがアメリカ麻薬取締局によって麻薬密売組織のゴッドファーザーと呼ばれるリーダー格だとしてアメリカ内で拘束されたがメキシコ側が圧力をかけた結果アメリカはアメリカ国内での起訴を取り下げメキシコへ移送されメキシコでは不起訴とされたマリファナ・5グラムの少量所持はすでに刑事罰対象外となっていたが 2021年には法案を審議中で内容は大麻 28g、苗6本までの栽培を認めるという内容で生産から流通までを国の管理下に置き麻薬カルテルの資金源となることを阻止する目的。メキシコはその地理的位置関係から麻薬の積み替え地としての足場に使われておりメキシコや南アメリカ その他の地域から不法入国した移民と密輸品がメキシコ経由でカリフォルニア州からテキサス州を中心に広くアメリカ合衆国へと運ばれた。1980年代から1990年初頭にかけてコロンビアのパブロ・エスコバルは大規模なコカインの輸出を行っており世界中で構築された犯罪者ネットワークを用いて麻薬取引を行った。 1982年に、レーガン米大統領が断行した、麻薬相当作戦以後、南部、フロリダ及び、カリブ海地域での取り締まりが強化されると、コロンビアからフロリダへの密輸は、極めて難しい状況となった。コロンビアの組織は、メキシコの密売人たちと協力関係を結び、メキシコ経由で、アメリカにコカインを輸送することを試み、成功した。 アメリカ・メキシコ国境は全長 3141km にも及び国境上にはリオグランデ川、ソノラ砂漠、国境都市が存在する。その上年間数億人が横断する国境では麻薬の密輸を完全に防ぐことは極めて困難である。こうした条件がコロンビアからメキシコを経由してアメリカへと密輸されるルートの確立を可能にした。 現在ではカリブ海ルートよりもこの米北国境ルートを用いた麻薬密輸が大半を占めアメリカで流通するコカインの9割はメキシコを経由していると言われている。メキシコが長くヘロインと大麻の主要生産地であったこともありこの協力は簡単に成功しメキシコの麻薬密売人立ち寄ってコロンビアの商人が利用するための活動基盤がすでに整っていた。 1980年代中頃までにメキシコの密売組織はコロンビアからのコカインの輸送者として安定した信頼を得ていた。はじめはメキシコのギャングたちは密輸サービスの対価として現金を受け取っていたが1980年代後期になるとメキシコの輸送組織とコロンビアの麻薬密売人は支払い協定に同意しメキシコの輸送組織には コカインの出荷量の35から50%が与えられるようになった。この取り決めはメキシコの組織がコカインの輸送のみならず販売にまでも関わるようになったことを意味しており、自らの権利のための強力な商人となったことを意味している。現在ではシナロアカルテルとガルフカルテルは世界的な密売コカインの市場までをもコロンビアから買収するまでに至っている。 時間とともに、メキシコの様々な麻薬カルテル間の力の均衡は変化しており、新興勢力の台頭と古い勢力の衰退が起こっている。カルテルのリーダーの死亡や逮捕等による組織の混乱が起こると、それによって生じる力の空白を利用しようと、ライバル組織が動いて流血が引き起こされる。指導者の空白状態は特定のカルテルに対する、 法の執行によって作り出される。このため、カルテルは、メキシコの司法当局を買収して、ライバルのカルテルに対する訴訟を起こさせたり、メキシコ政府やアメリカの麻薬取り締り局に、ライバルのカルテルの情報を漏洩するなどして、互いに、法の執行を利用しようとしている。多くの要因が、暴力の拡大に貢献しているが、メキシコの都市のセキュリティアナリストは、 制度的革命党によって管理されたメキシコ政府と麻薬密売組織との間に存在した長年の暗黙の了解が1980年代後半以降に冷戦終結によりアメリカがメキシコの反共独裁政党である制度的革命党を支援する必然性がなくなったことつまり制度的革命党の政権を握る力が 失われつつあったことによって解消されたことが不幸の増加の原因であるとみている。メキシコ政府と麻薬密売組織との間に存在した長年の暗黙の了解が解消されるきっかけとなったのは制度的革命党の腐敗し堕落した政治家側にもあった。まさに1980年代後半から1990年代にかけて 制度的革命党選出の大統領となったカルロス・サリナス・デゴルタリは汚職追放を推し進めることを公約したことなどから高潔な改革派として保守派以外からの幅広い層からも高い支持を受けておりまたアメリカとカナダとの貿易協定北米自由貿易協定を推し進めたしかし大統領現職時代より兄弟を通じてカルテルに関わっていることが 噂となり、大統領辞任翌年の1995年1月には、実刑のラウル・サリナスが、麻薬取引に関与して逮捕されたことを受け、同年3月にはアメリカに亡命した。敵対する、麻薬カルテル間の闘争は、1989年に、メキシコでコカイン会社を経営していたミゲル・アンヘル、フェリクス・ガジャールドの逮捕後に、本格的に始まった。 1990年代の後期の間は構想が昇降状態にあったが2000年以降暴力は着実に深刻化している。実際にカルロス・サリナスでゴルタリ大統領マッテイのエンリケ・サリナスが2004年12月にメキシコ最大の麻薬カルテルのガルフカルテルと緊密な関係にあったと噂されていた他の麻薬カルテルによって暗殺されている2000年に ビセンテ・フォックス・ケサーダ大統領は、川の対岸をアメリカと接するタマウリパス州のヌエボラレドへと軍を派遣したが、それは、暴力事件の増加を招くことになった。その後の2005年1月から8月の間に、ガルフカルテル及びシナロアカルテルの抗争により、ヌエボラレドの街では110人が死亡したと伝えられている。また同年、ラ・ファミリアカルテルが、 ミチョアカン州内での勢力拡大を図ったことにより、事件が急増した。麻薬組織間の暴力行為は、麻薬戦争が始まる、ずっと以前から起こっていたが、1990年代から2000年代前半に、かけては、カルテルの暴力に対して政府は、受け身のスタンスを保持した。2006年12月11日、新しく選ばれたフェリペ・カルデロン大統領が、 麻薬組織による暴力をそこで終わらせるために6500人の連邦国軍をミチョア監修に派遣したことで政府のスタンスが変化した。この行動は犯罪組織に対する初めての大きな行動であると考えられており通常政府と麻薬カルテルとの間の戦争の開始点であると見られている。時が経つにつれカルデロンは彼の 反麻薬キャンペーンの拡大を継続するため、現在では4万5千人の軍とそれに関与して、加わった州兵及び、連邦警察官を動員している。2010年にカルデロンはカルテルが、政府にとって変わることを求めており、武器による独占を強要しようとし、彼ら自身の法律を強要しようとさえしていると述べた。ランダムチェックポイントで活動中のメキシコ軍。 ミチョアカン州でのメキシコ軍による逮捕劇、ミチョアカン州、アパチンガンにおける、メキシコ軍2008年4月、バハカリフォルニア州における、反麻薬キャンペーンの担当者だったセルジオ・アポンテ、将軍は、地元の警察に対していくつかの横領の申し立てを行った。アポンテはその申し立ての間に、バハカリフォルニア州の誘拐対策班が、実は、 犯罪組織の誘拐チームと共に働いていると考えており、その買収された警察官が麻薬密売のボディーガードとして使われていると述べた。これらの腐敗の告発によって、贈収賄や脅迫、腐敗によってメキシコの麻薬組織に対する進展が妨害されていたことが暗示された。2008年4月26日、バハカリフォルニア州のティフアナ市において、 ティファナカルテルとシナロアカルテルのメンバーの間で大きな戦闘が起こり17人の死者を出した。この戦いはまたティファナ氏及びいくつかの国境都市が戦争によって暴力のホットスポットとなることでアメリカへ暴力が拡大されるのではないかという懸念をもたらした。2008年9月モレリアでカルテルのメンバーを 容疑者とする手榴弾攻撃が起こり、8人の一般人が死亡し、100人以上が負傷した。2009年3月には、カルデロン大統領はさらに5000人のメキシコ軍を招集し、シウダー・フアレスに派遣した。アメリカ国土安全保障省はアメリカに国境を越えて溢れ出してくるメキシコの麻薬による暴力に対抗するために、 国境警備隊を用いることも考えていると述べた。アリゾナ州及びテキサス州の知事は連邦政府に対してすでにそこで活動している麻薬密売に対する地域の警察組織を支えるために国境警備隊の部隊のさらなる派遣要請を行った。アメリカ麻薬情報局によるとメキシコのカルテルは南米のコカインとメキシコで生産された。 大麻、メタンフェタミン及びヘロインの支配的な密輸業者及び、卸売業者である。メキシコのカルテルは、以前から存在したが、コロンビアにおける、メデジンカルテル及びカリカルテルの終焉によって、近年ますます力をつけてきた。フロリダを通じてのコカイン密売ルートの閉鎖によって、コカインのルートが、メキシコ側に、プッシュされたことも、コカイン密売における。 メキシコのカルテルの役割を増大させた。メキシコのカルテルは、コロンビアやドミニカの犯罪グループによって制御される、地域でこれらの麻薬の販売を行い、メキシコのカルテルの勢力圏を拡大しており、現在そこには、アメリカの大部分も含まれると信じられている。メキシコのカルテルは、現在アメリカにおける麻薬密売を支配する強力な暴力組織となっており、 もはや、コロンビアの生産者は単なる仲介となっている。FBI によると、メキシコのカルテルは、卸売りの供給にのみ集中しており、違法薬物の小売り販売は、ストリートギャングに任せている。伝えられるところにおいては、メキシコのカルテルは、アメリカのギャング紛争において、一方に味方せず、複数のギャングの要求によって働くとされている。メキシコのカルテルは、 メキシコの領域と何十もの自治体の大きな面積を勢力圏に置き、メキシコの選挙によって政治的に影響力を増大しようと働きかけている。カルテルは、ヌエボラレドからサンディエゴまでの密輸ルートのキーポイントにおいて激しい縄張り争いを行っている。メキシコのカルテルは、資格やシカリオスとして知られる暗殺者のグループを使用する。 アメリカの麻薬取締局は今日国境に沿って活動しているメキシコの麻薬カルテルはアメリカの警察史上他のどの犯罪者組織よりもはるかに危険で洗練されていると報告している。カルテルはグレネードランチャーや自動兵器、ボディアーマーを使用し時に戦闘用ヘルメットも用いる。また、いくつかの組織では即席爆発装置を使うことも知られている。 犠牲者数は時とともに大幅に増加した。ストラト4の報告によると、麻薬戦争に関係した死者は2006年に2119人、2007年には2275人であったが、2008年には5207人と2倍以上になった。次の2年にわたっては、さらに数が大幅に増加し、2009年には6598人、 2010年には1万1000以上の死者が出ている。2017年の政府公表の殺人事件の件数は2万5339件と麻薬組織の構想を反映して過去最悪の水準となった。2010年代後半にはハリスコ新世代カルテルなどの新勢力対等。2020年6月には従来構想とは無縁であったメキシコ市内で 治安庁長官が乗った乗用車が武装組織に襲撃を受ける事件も発生した。長官は負傷するに留まったが警護と一般人の3人が死亡している。カルテルの2010年における勢力図ティファナカルテルベルトランレーバカルテルシナロア、カルテルフアレスカルテルラファミリアカルテルガルフ、カルテルロッセタス系装地域メキシコの麻薬カルテルの起源は 元メキシコ連邦警察のエージェントであり、ゴッドファーザーと呼ばれたミゲル・アンヘル・フェリクス・ガジャルドまで、たどることができる。彼は、1980年代に、メキシコにおけるすべての違法薬物の取引を呼び、メキシコ・アメリカ国境を横切る通路を管理していた。彼は、マリファナとアヘンのアメリカへの密輸をはじめ、 1980年代にコロンビアのコカインカルテルと結びつきメキシコで初めての麻薬組織のボスとなった。フェリクス・ガジャールドはそのコネクションを通じてパブロ・エスコバルによってメデジンカルテルとの交渉人となった。フェリクス・ガジャールドがコロンビアに基盤を置く密売人たちに貢献するための基盤をすでに設立していたためそれは簡単に成立した。その当時 メキシコにはカルテルがなく、フェリクス・ガジャルドは、麻薬王として支配していた。彼は、彼の仲間と、彼の保護下にある政治家のすべての活動を監視していた。フェリクス・ガジャルドは目立たないように努め、1987年に、彼は、グアダラハラ市内へと彼の家族と共に移動した。ゴッドファーザーは、法律家及び、警察の教習に備えるために、彼の管理する。 麻薬取引を分割することに決めた。麻薬取り締まり局にまだ知られていないか、まだ有名でなかったボスによって密かに送り返されている間に、ある意味で彼はメキシコの麻薬ビジネスを民営化した。フェリックス・ガジャールドは国の麻薬組織のトップをアカプルコのリゾート地に広場や地域を指定して招集した。そしてティファナ・ルートはアレジャのフェリックス兄弟に、 シウダー・フアレス・ルートは、カリージョ・フエンテス・ファミリーへと引き継がれ、ミゲルカ・ロキンテロは、そのラカイローを経営した。タマウリパス州のマタモロスの支配は丸ごと、フアン・ガルシア・アブレゴに引き継がれ、後のガルフ・カルテルとなった。ホワキングスマンとイスマイル・サンバダ・ガルシアは、太平洋の沿岸活動を買収し、後のシナロア・カルテルとなった。グスマンとザンバダは、 ベテランのヘクトール・ルイス・パルマサラザールを呼び戻して手を組んだ。フェリクス・ガジャルドは重要なコネクションは維持したままであり、まだ国家の活動を監視する予定であったが、ビジネスの詳細までは把握しきれなくなっていた。フェリクス・ガジャルドは1989年4月8日に逮捕された。彼の逮捕は、より大きな力への貪欲な欲求によって、 新しく作られ独立したカルテル間の対立を刺激した。DEA に摘発されたカルテルの札束と武器、ラファミリアカルテルが取引していた。コカイン麻薬カルテル間の同盟もしくは協定は脆く、緊張していて一時的なものであることが示されている。2010年2月から主要なカルテルは2つの派閥に連携された。一つは、フワレスカルテル。 ティファナカルテル、ロスセタス及びベルトラン・レーバカルテルによって統合され、もう一つは、ガルフカルテル、シナロアカルテル及びラ・ファミリア・ミチョアカーナによって統合された。メキシコの麻薬カルテルは、アメリカにおける流通ネットワークを拡大するために、アメリカのストリートギャングや、プリズンギャングとの協力関係を強化している。その他、マフィアやコロンビアの元右翼ゲリラなど、 様々な犯罪組織と協力関係があると言われている。シナロアカルテルは2003年3月にガルフカルテルのリーダーであるオシエルカルデナスギジェンが逮捕された後、南西テキサスの密輸ルートの支配権を求めて、ガルフカルテルと争い始めた。2006年にシナロア州の太平洋沿岸に位置するいくつかのグループの間で協定が結ばれ、その結果、連邦が形成された。 シナロアカルテルは、メキシコの最重要指名手配犯であり、フォーブズマガジンによって10億ドルの資本を有していると、見積もられ世界で701番目の富豪であるとされる、ホアキン・エル・チャポグスマンによって指導される。2010年2月に、ロス・セタスとベルトラン・レーバ・カルテルに対抗するために、新しい同盟が作られた。2010年5月にメキシコとアメリカのマスコミが、発表した。 多数のレポートでは、シナロアカルテルは、メキシコの連邦政府と軍隊に、組織の辞任を浸透させて、他のカルテルを破壊するためにそれと共謀したと、主張している。コリマカルテル、ソノラカルテル、ミレニオカルテルは現在シナロアカルテルの枝である。ガルフカルテルの組長であったオシエルカルデナスギリエンが、創設。元特殊部隊隊長のアルトゥーログスマンデセナ大尉が、 元同僚や部下の隊員を次々に高級で引き抜き武装も強化。戦闘力を飛躍的に高めた。セタスとは、このグスマン隊員が連邦司法警察に属していた頃の無線コード、Z にちなんでいる。メキシコの多くでガルフカルテルの麻薬取引の支配に役立ち、オシロスエルカルデナスギリエン逮捕後、北の都市でのカルテルの影響力を維持するために、 戦った。全シナロアカルテルの指導者であったベルトラン・レイバー、兄弟と取引し、2010年2月に、旧雇い主であり、パートナーでもあった、ガルフカルテルのライバルとなった。殺戮行為は、残虐を極め、警官、敵対組織の売人、麻薬組織を批判した、弁護士、麻薬栽培を拒否した、農民と相手を選ばず、殺害。 死体を損壊した上に、Z の刻印をして路上にさらすなどの事件を頻繁に繰り返している。戦闘力は単なる麻薬組織の紙幣のレベルにとどまらず、高性能のボディアーマー、ヘリコプター、機関銃、対空ミサイル、自作の装甲車や反潜水艇まで所有している。参加には、専門の同調、無線防受部隊や情報収集組織を配置している。 ベルトラン・レーバ兄弟がシナロアカルテルで以前提携していたロスセタスと2008年に同盟関係となった。2010年2月からメキシコの他のすべての麻薬カルテルに対してロスセタスと共に戦っている。ラファミリア・ミチョアカーナはミチョアカン州を基盤としている。以前はガルフカルテル及びロスセタスと同盟を組んでいたが、 ラファミリアは今は分裂して独立した組織となっている。2010年2月、ラファミリアは、ロスセタスとベルトラン・レーバ・カルテルとの同盟に対抗して、ガルフ・カルテルとの同盟を作り上げた。ガルフ・カルテルは、その名の通り、メキシコ湾に面するタマウリパス州のマタモロスを基盤としている。禁酒法時代から続く歴史の古い犯罪組織とされるが、近年でも、 メキシコの二つの有力なカルテルのうちの一つである。1990年代後期に、ロス・セタスと呼ばれる暗殺者集団を個人的な、傭兵軍として雇い入れ、2006年には正式な、パートナーとして格上げした。しかし、2010年2月に、ロス・セタスとの同盟は解消され、両組織は、タマウリパス州のいくつかの都市境界全域での、広範囲に及ぶ。 暴力事件に携わり、いくつかの教会の街をゴーストタウンに変えた。フワレスカルテルは、毎年メキシコからアメリカへと入っている、何億ドルもの価値のある、違法麻薬の主要な密輸ルートの一つを支配している。1990年代に、アマド・カリージョ・フエンテスがアメリカへの麻薬ルートの構築に成功。1997年に没後は、 実施のビセンテ・カリージョンや、親戚のビセンテ・カリージョ・フエンテスらが組織を引き継いだ。2007年以降、フワレス・カルテルはその旧パートナーである、シナロアカルテルとのシューダー・フワレスをめぐる猛烈な、戦闘によって、身動きができなくなっている。ラ・リネアは、フレアス・カルテルの武装勢力として働く、メキシコの麻薬密売集団及び、 チワワ州の腐敗した警官による組織である。ビセンテ・カリージョ・フエンテスは、フレアス・カルテルの頭である。ロス・ネグロスは、政府の治安部隊及びロス・セタスに対抗するために、作られたシナロア・カルテルの武装勢力である。現在は、エドガー・バルデス・ビジャレアルの組織で働いていたが、ビジャレアルの逮捕により解体された。アルジャノ・フェリックス・ファミリーのカルテルである、ティフアナ・カルテルは、 バハカリフォルニア州を中心に、バハカリフォルニアスル州そしてアメリカ領カリフォルニアを勢力圏としている。一度はメキシコで最も強い勢力の一つとなったが、数人のマフィアの頭が逮捕されて困難に陥った。ティフアナカルテルはガルフカルテルと短期間の同盟を結んだ。それは頻繁にメキシコの軍事衝突の標的となり、 より小さなグループに浸透しているかもしれない。伝えられるところによれば2003年にティフアナカルテルは、オアハカカルテルと協力関係を結んだ。ロス・セタスの登場以降、シナロアカルテルや、ガルフカルテルなど他の麻薬カルテルも、軍隊式の重装備や戦闘員の募集をする、傾向がある。前述の通りロス・セタスの創設に関わっていたのは、 メキシコ軍特殊部隊の元隊員であり、彼らの多くはアメリカやイスラエルで戦闘訓練を受け、アメリカ陸軍米州学校において尋問や不正規戦について学んでいた。また、カルテルの軍事組織はカルテルの構成員たちを殺し屋及び戦闘員として養成する訓練キャンプを運営しており、ここで脱落した者は、バイニニや見張りなど戦闘に関わらない仕事に、 回されるという。ロス・セタスの訓練キャンプの場合、教官は元メキシコ軍のセタス構成員の他は、グアテマラの特殊部隊、カイビレスの出身者やコロンビア人の傭兵など、中南米出身の戦闘技能者が中心だったが、彼らもまたアメリカ合衆国など、西側諸国により訓練、支援を受けた者たちだった。カルテルが、 軍事組織化したことにより前述の通り暗殺、誘拐、拷問が状態化したほか、麻薬における収益に飽き足らず、武力に物を言わせて、メキシコの活動を地域を、領地とし、果てはその地域の石油資源や鉱山資源の略奪、密売を行うといった行為も、可能になり、メキシコ政府は取り締まりを迫られている。コルトファイアーアームズ製 AR-15A3 タクティカルカービン AK-47、スタイルライフル M4 カービンと、グレネードランチャーメキシコ人には、銃を保有する、憲法上の権利がある。しかし、軍によってコントロールされているために、メキシコシティにある一つのガンショップから合法的に、購入するのは、非常に難しい。麻薬カルテルは、アメリカもしくは、グアテマラの国境を通るか、先便か、 もしくは軍や警官から盗んで銃を密輸する。そのため、闇市場によって銃が広く流通している。多くの銃は、犯罪歴のない女性によってアメリカで購入され、親戚や恋人、知り合いなどを通じて密輸人の手には当たり、2、3丁ずつメキシコへ密輸される。密輸される銃の最も一般的なタイプは AR、AR-15 や、 AK-47 などの自動小銃、FN5-7 自動拳銃、その他様々な50口径のライフルが含まれる。AR-15 よび AK-47 は、メキシコで押収される前に、アメリカで、半自動の設定で購入されているが、それらは、フルオートができるように改造されていた。2009年、メキシコは4400兆以上の AR-15。 および AK-47 の密輸を掴んでおり、うち30%の AK-47 は、フルオート射撃が可能なように改造するために、選ばれており、事実上、アサルトライフルを製作しているようなものであった。また、複数の報告によると、治安部隊に対して、グレネードランチャーが使われており、少なくとも12丁の M4 カービンと M203、 グレネードランチャーが押収された。いくつかのこれら強力な武器と関連したアクセサリーは、米軍基地から盗まれたものである可能性があると考えられている。しかしながら、大部分の米軍グレードの主流弾のような武器と対戦車ロケットは、中央、アメリカやアジアでの戦争で残った、大量に供給された武器が、カルテルによって獲得されたとも考えられる。 2003年から2009年の間に15万のメキシコ軍病が逃亡したと報告されている。還元すれば、毎年メキシコ軍の約1、8が逃亡していることになり、これらの逃亡者は政府から支給されたアメリカ製の自動小銃も一緒に持ち去っている。アメリカ政府は主に ATF、アイス及びアメリカ合衆国税関。 国境警備局を通じて機材提供や訓練を行ってメキシコの技術を援助している。プロジェクトガンライナーはメキシコ当局の協力とアフトの努力の一部分であり、その関与はアメリカに合法的に輸入されたかアメリカで製造された銃を探すことを容易にするコンピューターシステムであるトレースを拡大させることであった。1992年以降、 米国議会調査部は ATF の追跡システムはシステム操作上法的な執行機関が個々の銃の所有履歴を確認することを助けその統計を集めるようにはなっていなかったと述べた。とはいえ2008年の2月にはアフトのフィールドオペレーションの時間であったウィリアム・フーバーはアメリカ中の様々な出所に由来するメキシコへの銃の 密輸の90%以上を回収したことを議会で証言した。しかしながら2010年9月にアメリカ合衆国の監査官局によるチェックによって ATF はメキシコの重犯罪のごく一部にのみ適用したために議会での90%という数字の言及は紛らわしくあり得たと認めた。この2010年のオグによる調査の間 ATF は 製造されるか輸入されるかしたことが判明している。アメリカに提供されたされたメキシコの重犯罪に関する割合の情報の更新をすることができなかった。そして2010年11月にアフトに関するオグの分析結果によると27から44%と非常に低い数字であったことが示唆された。オグによる ATF のデータの分析によってメキシコにおける 中核酸を追跡する試みは成功ではなかったと結論付けられた。カルテルによって使われる軍用品や銃はアメリカが唯一の供給元であるわけではない一方でカルテルの使う銃の供給元はかなりの割合でアメリカの銃販売店その他から供給されていることが確認された。銃の密売人がしばし麻薬密売人と同様のルートを使うことも確立されており、 さらに、ATF は、メキシコのカルテルが銃と軍用品を、メキシコ南方の境界に位置するグアテマラからメキシコへ、輸送していることを発見した。メキシコからの追跡要請の数は2006年度以降、増加したが、メキシコに押収された銃の大部分は、追跡されなかった。さらに、メキシコからの大部分の追跡要請は、最初に銃を撃った。 重症人の特定に成功せず、追跡の成功率は、プロジェクトガンランナーの開始以降減少した。成功していた、大部分のメキシコの重犯罪の追跡要請は、早まった、そして限られた、調査の前例を生み出すために使われた。アメリカのオグの役員によって面談された、メキシコの捜査当局の上官は、追跡情報の通常の規定が限られており、ATF が、 銃の追跡の価値をメキシコ当局に十分に伝えていなかったために銃の追跡が重要な操作ツールであると見ていなかった。ATF もしくはメキシコの警官が追跡情報を即座に収集できなければそれは利用できなくなる。メキシコの法律によればメキシコ政府に押収されたすべての銃は48時間以内にメキシコ軍に引き渡されなければならないとされている。 メキシコ軍が銃の保管を行った後 ATF またはメキシコ連邦警察は追跡を開始するために必要な情報を集めるためのメキシコ軍との早い接触を行えそうにないということが明らかとなった。オグの役員に面談されたメキシコ軍職員はメキシコ軍の役目は武器を保管することであり彼らは輸送調査を支援する特別な権限を有していないと述べた。 武器にアクセスするためには、ATF の職員は、各々の銃のために、メキシコの司法長官へと正式に要請しなければ、ならず、アクセスを必要とする詳細な理由を挙げ、要請された情報が、メキシコの犯罪捜査に必要であることを証明する、ことで、やっと銃のシリアル番号や種類が提供される。しかし、もし ATF が、銃の種類とシリアル番号を持っているならば、 ATF の職員は銃へのアクセスを要求する必要はない。多くの武器が基本的な情報が収集される前に軍に引き渡されるため多くの武器に関する情報は追跡に利用されず大多数のメキシコの銃犯罪に用いられた銃の追跡がされていない。レポートによると追跡データの質の悪さとその結果生じる高い失敗率は トレーニングの不十分さを示唆しており、トレーニングは間違った人々に提供されたか、もしくは、メキシコ警察の銃犯罪追跡に関する他の未確認の問題がある。2010年11月にリリースされたオグの最終報告では、ATF がメキシコの警察当局に銃追跡の価値を伝えることができなかったため、彼らは押収された犯罪に使われた銃から情報を たどる努力を優先させて、トレースへと入力することはありそうにないと結論付けた。これは、メキシコ中でのスペイン語のトレースを配備しようとする ATF の計画の妨げとなっている。メキシコでの追跡の拡大が、プロジェクトガンランナーの基礎であるため、現在、ATF のガンランナー戦略の実施の成功のための、かなりの障壁となっている。オグの報告もまた、 メキシコ政府機関からの要請の支援と多くのトレーニングに応じることができず、メキシコ当局からの情報要請を ATF が未処理にしていたことが、メキシコの警察とアフトとの間での調整を阻害したと報告している。追加で ATF がメキシコでのプロジェクトガンランナーの使命を完全に施行するための職員をメキシコのオフィスに置かなかったか構築しなかったことも、 判明した。2009年、メキシコは彼らが305,424兆の押収された銃を保持していることを報告したが、2007年から2009年の間に、追跡のために ATF に提出されたデータは、69,808兆の取り戻された銃の分だけであった。この押収物とトレースの差は、銃の権利団体が、 大多数のメキシコの違法な銃が本当にアメリカから来たものなのかという問題を提言するような統計である。およそ7万8000人の銃のディーラーがアメリカにはいるが、銃が示す窃盗と個人的な売上高は認可されたディーラーよりも銃犯罪に使われた銃は密売人によるものの方が大きい。銃の密輸業者は共用させることも知られており、 半自動のアサルトライフル及び他の銃は、銃ショップもしくは銃商で購入するために市民もしくはアメリカの住民に支払われ、それからカルテルの代理人に譲渡される。この交換は EN ストローをパーチェスとして知られている。現在、コンピューター上での国家による銃の登録はアメリカにない。しかし、銃の追跡システムは、 個々の氏名と住所の記録を自動的に登録するなど、部分的に自動化されているとともに、情報を確認している。ATF の職員は、はじめ製造、モデル、シリアルナンバーによって、ナショナルトレーシングセンターで最初に5つのデータベースについて紹介する。その上、職員は100以上のメーカー、輸入業者及び卸売業者を自動化されたインターフェースである。 もう一つのコンピューターシステムを使用する。もし、これらの方法が銃を特定する助けとならないのならば、職員はメーカー、または輸入業者に電話をかけ、コンピューターによって、最初にサプライチェーンを下って進め、それから電話し、最後の手段として、徒歩や手紙を使う。銃の追跡はほとんど、最初の小売販売店以外では、実際の書面や追跡に依存している。 職員は、初めの容疑者を超えて、銃の処理を追跡することは滅多にしないが、銃は、最初の購入以来何度か売買されたかもしれない。探し出された銃の平均年齢は10年以上であり、メキシコで押収された銃には15年ものもある。メキシコへの途中に見つけられたルーマニアで製造された AK、AK-47 の多くが、 キットとしての部品かもしくはすべての銃として、アメリカが半自動アサルトライフルの輸入を禁止しているにも、かかわらず、ヨーロッパからアメリカへ輸入されたと報告している。他のタイプは2009年にも回復された。例えば、バイオレンスポリシーセンターによると、2009年の1月1日から6月30日までに、中国の中国北方工業公子製56式、 自動不やりが281兆メキシコで押収された。しかしながら、中国製の銃の輸入は1994年5月からアメリカによって禁止されている。アメリカ合衆国会外交委員会では、メキシコへの違法な銃の流れを止めるための ATF の資源を増やすために7350万ドルを3年に渡って使用されることを認める請求が承認された。 議員はアメリカの銃輸送ネットワークの連邦取締プロジェクトガンランナーのために1000万ドルの経済刺激政策を含ませた。この努力の一部として ATF は追跡の黄金の基準としてウェブ上での登録に言及したことにおいて完全なアメリカの銃登録の経路の概略説明をした。2009年6月代表のコニーマックは メキシコ国境上の連邦捜査官の数を増やすように要求した。アメリカ大統領のバラク・オバマはアメリカ大陸中で小銃の密売を抑制するためのシフタとして知られているアメリカ大陸間の条約を批准するための提案を行った。条約は無許可の銃の製造と輸出を違法にし武器の密輸を止めるために異なる。 国の国境線上の警察の間で情報を共有するための方法を確立し、厳しいライセンス条件を採用して追跡がより、簡単な銃の製造を行うことを、西半球の国に求める。2010年10月、バイオレンスポリシーセンターからのスポークスマンは、例えば1968年の銃器規制法の、ような既存の銃規制法を制定することによって、 わら購入者への外国製の対人殺傷用銃器の販売を制限する重要な進歩になると断言した。アメリカの市民メディアによるいくらかの推測では、イスラム教徒のテロ集団は、メキシコの麻薬カルテルを支持しているかもしれない。しかしながら、メキシコの元国家安全顧問及び前国連大使のアドルフォ・アギラル・シンセルや国家安全調査局、現在の司法長官は、 外国のテロ集団がメキシコの犯罪組織と接触した兆候がなくイスラム教徒のテロ集団がメキシコに居合わせていると思うような理由がないことを注意した多数の衝突が起こっている州が赤色で示されているメキシコ海軍による太平洋沿岸の海上パトロール司法長官のオフィスは犠牲者の10人中9人が組織犯罪グループのメンバーでありグミや 警察の人員の間での死者は全体の7%であると述べた。非常に多くの損害を受けた州は、バハカリフォルニア州、ゲレーロ州、チワワ州、ミチョアカン州、タマウリパス州、ヌエボレオン州及びシナノア州である。カルデロン大統領政府は、特に彼の故郷であるミチョアカン州で、麻薬商人と現在戦っているが、 ハリスコ州とゲレーロ州においてより多くの活動が行われており、2009年にはそのラ州において麻薬関係の暴力事件が増加している。2006年12月24日にバハカリフォルニア州のエウジェニオ・エロル・ルイ知事は連邦政府と州の協力の下で彼の州で行われている活動と類似した活動を行うことを宣伝した。 この活動は2006年12月下旬に国境の町ティフアナ市で始まった。2007年1月までにこれらの様々な活動はチワワ州、ドゥランゴ州、シナロア州からなるいわゆる黄金の三角地帯と同様にゲレーロ州にも及んだ。2月にはヌエボレオン州及びタマウリパス州も同様に含まれた。犯罪組織は増加する圧力に対して タマウリパス州ヌエボラレドの大議員の暗殺未遂事件を起こした。2007年10月初頭、アメリカの麻薬対策局長は、この麻薬戦争がアメリカにおける麻薬取引に著しい影響を及ぼしたことを示す数字を発表した。アメリカ国内の37の都市において、コカインの平均純度が11%低下しながらも、価格は50%も上昇した。 これは、麻薬戦争によって、コカインの供給量が激しく減少した証拠である。2006年12月のカルデロン大統領、就任以来、押収された麻薬と逮捕者数は跳ね上がった。メキシコは、すべてのプライベート飛行機にグアテマラとの国境の町、チアパス州、タパチュラもしくは、カリブ海沿岸にある、コズメル空港に、 点検のため立ち寄ることを強制するアメリカの新しい法律に従い100人以上を引き渡し一部では過去1年半の間に270機以上の飛行機を差し押さえたと言われている2008年7月10日メキシコ政府は麻薬密売との戦いにおいて軍隊の役割を減らして連邦警察の力を倍近い大きさにする計画を発表した コンプリヘンシブストラテジーアゲンストドラッグトラフィッキングとして知られるこの計画はまた、地方警察から汚職警官を追放することが必要である。計画の要素はすでに動き出しており、麻薬戦争の軍隊への依存を減らすことを目的として大規模な警官の補充と訓練を含んでいる。2008年7月16日。 メキシコ海軍は、オアハカ州の南西200キロの地点を移動していた、全長10メートルの潜水艦を取り押さえた。強襲において、特殊部隊はヘリコプターから潜水艦のデッキへと懸水加工し、彼らが船を自沈させる前に4人の密輸業者を逮捕した。船からは5.8トンのコカインが発見され、船は、メキシコ海軍の巡視艇によって、 オアハカ州のウアツルコまで栄光された。カルデロン政権下のメキシコでは政府がカルテルに損害を与えることに成功しているにもかかわらず国の治安がより悪化しているかのように見えるというパラドックスを抱えている。うなぎぼりに増え続ける麻薬関係の殺人の総数は治安悪化の最も明確な兆候とされる。暴力は脅迫と恐怖によっても拡大した。 警官の名前が記された暗殺リストの発見がされ、アメリカの国境沿いにある多くのメキシコの都市で、ますます暴力が状態化した。そのリストに、名前が記された警官にも暴力が状態化した。その上、麻薬密売組織は、国中の都市の高速道路の上に大きな旗を掲げ始めた。旗の多くは、ライバルに対する脅し、もしくは地方及び、 連邦官僚に支えられた特定の犯罪グループであることを告発している。北、メキシコではロスセタスへと脱離する警官や兵士に対してより良い機材と高い賃金を与えるという新人採用の旗が現れた。この対立がエスカレートした原因の一つに密売人たちが彼らのテリトリーを要求し恐怖を拡大するために 新たな手法を使用したことが挙げられる。カルテルのメンバーは、処刑の動画を YouTube 上に公開し、混雑したナイトクラブに、体のパーツを投げ込み、一般道に旗を掲げた。2008年9月15日には、モレリアで2008年モレリア手榴弾攻撃事件が起こり、混雑した広場に2つの手榴弾投げ込まれて10人が、死亡し100人以上が負傷した。 これらの事件は、麻薬カルテルの取り締まりを命じられている、メキシコ政府の職員の指揮を奪うことを目的としていると見られている。別の意見としては、誰が戦争に勝利しているかを市民に知らしめるためであると見ている。少なくとも1ダースのメキシコのノルテのミュージシャンが殺害された。犠牲者の大部分は、 ナルココリードとして知られる、メキシコの麻薬取引の物語を語るフォークソングを演奏しており、フォークの英雄としてリーダーは褒めたたえられていた。極端な暴力は、メキシコへの対外投資を危うくしており、財務大臣のアグスティンカルステンスは、治安の悪化だけによって、ラテンアメリカで2番目に大きな経済規模を持つメキシコの国内総生産は、 毎年1%減少させられていると述べた。シウダー・アフアレスでは、住民の4分の1が PTSD になっている。メキシコのカルテルは、活動の一つとして裁判官を腐敗させるか、脅迫するかしている。国際麻薬統制委員会は、メキシコは近年腐敗を減らすために強調した努力を行ったものの、深刻な問題はそのままであると報告した。 連邦調査機関のエージェントの幾人かは、シナロアカルテルのための暗殺者として働いていると、信じられており、司法長官は2005年12月に、AFI の7000人のメンバーのうち1500人、近い人数が容疑者として取り調べられ、うち457人が権威を受けたと報告した。近年、連邦政府は、ヌエボラレド、ミチョアカン、 バハカリフォルニア及びメキシコシティで警官の基礎と追放を実施した。2006年12月にカルデロン大統領によって開始された反カルテル運動には警察もまたカルテルのために働いているという懸念があるためところどころで警官の武器の弾道チェックも含まれる。2007年6月カルデロン大統領は 全31州及び連邦直轄地から284人の連邦警察の指揮官を追放した。クリーンアップオペレーションの下で2008年に数人のエージェントと交換が逮捕され、情報を売ったもしくは麻薬カルテルの保護を受けたとして告発された。いくつかの目立つ逮捕としては連邦警察の所長であったビクトル・ヘラルド・ガライ・カデナや 組織犯罪対策部の元部長であったのエラミレス、マンドゥジャーノ、元インターポールのメキシコ事務所長だった、リカルド・グティエレス・バーガスなどがある。2009年1月に、元インターポールのメキシコ事務所長だった、ロドルフォ・デ・ラ・ガルディア・ガルディアが逮捕された。ちょうど2009年7月5日に、連邦会議員に選ばれたフリオセサルゴドイ・トスカーノは、 麻薬カルテルのラファミリア・ミチョアカーナの幹部であることが告発された。彼は現在逃亡している。2010年5月、ナショナルパブリック・ラジオは、アメリカ及びメキシコのメディア、メキシコの警察当局、政治家、研究者その他を含む何十もの情報源から主張を集めて、シナロアカルテルが贈収賄及びその他の手段で、 メキシコの連邦政府と軍隊に浸透し堕落させたと報告した。その報告書はまた、シナロアカルテルが他のカルテルを破壊し、自分たちとそのリーダー、チャポを保護するために政府と共謀したとしている。メキシコ当局は、麻薬カルテルに対する政府の処遇に関して、いかなる悲劇もないと否定した。以前に、なぜなら、カルテルのメンバーが、 司法長官のオフィスなどに浸透し、カルテルを起訴する立場である、司法当局を腐敗させたからであると、報告されているように、カルテルを訴追することは困難である。アメリカのメキシコにおける、薬物統制の方針は、メキシコ経由での麻薬の密売を防ぎ、腐敗や暴力、恐怖をもたらし、メキシコの人権状況に悪影響を与えた。 麻薬カルテルの力を削ぐという立場を取っている。これらの方針は、軍隊に一般人の薬物統制に対する責任を負わせ、反麻薬運動及び治安維持を行うだけでなく、法律制定に関する力も有している。アメリカ合衆国国務省によって、メキシコの警察と軍隊は、彼らが麻薬カルテルと戦う政府の努力を行ったことによって、 深刻な人権侵害を犯していると非難された。強大な力を持つ行政府と腐敗した立法部と司法部もまたメキシコの人権問題を深刻化させるのに寄与しており、その帰結として拷問と脅迫を通じた警察による基本的人権の侵害や基本的人権を守り維持すべき司法の無効化などの問題に至っている。人権組織によって示される。 人権侵害の形のいくつかは、違法逮捕や秘密かつ、長期の交流、拷問、強姦、法廷での手続きを踏まない死刑、証拠の偽造などが含まれる。アメリカの麻薬に対する方針は、高地位の密売人をターゲットにすることに失敗した。1970年代には、コンドル作戦の一部として、メキシコ政府は、 麻薬の生産と左翼の反乱に苦しめられていた北、メキシコの非常に貧しい地域に1万人の兵士を呼び、警察を送った。何百人もの農民が逮捕され、拷問され、投獄されたが、重要な麻薬密売人は一人も捕まえることができなかった。しばし無秩序で責任のない連邦調査機関の出現も、また人権侵害の発生に関与している。 メキシコの連邦調査機関が拷問と腐敗を含む多数の人権侵害案件に関与していたことが分かっている。一つの有名なケースは AFI エージェントの抑留による抑留者ギレルモベレス面倒差の死亡がある。彼の死に関わった AFI エージェントは逮捕されたが彼は保釈によって解放された後に逃亡した。同様にほぼすべての AFI エージェントは 不正な行政官と司法システム、そしてこれらの機関の優越性のために逮捕と処罰を免れた。2005年12月、司法長官の事務所は、その書院の5分の1が犯罪活動の取り調べ中であり、7000人の AFI エージェントのうち1500人近くが犯罪活動の権威で取り調べを受け、うち457人が告発に面していると報告した。 AFI はついに失敗であったと宣伝され、2009年に解散した。民族差別は麻薬戦争においても現れ、助けを得ることのできない、原住民のコミュニティが、警察、軍隊、麻薬密売人及び、司法システムによって、標的とされた。メキシコの国家人権委員会によると、2001年における、メキシコの原住民の囚人のほぼ3分の1は、 大部分が麻薬犯罪に関係する連邦犯罪によって収監されていた。もう一つの主な懸案はアメリカのレイリー法の実現の不足であり、それがメキシコの人権状況を悪化させる結果になっている。この米国法によって人権侵害を犯したと確かに申し立てられた外国の治安部隊の集団、もしくはメンバーは 米国の保安トレーニングを受けることがないかもしれない。アメリカはメキシコにおける軍隊と警察のトレーニングはレイリー法に違反していると主張している。このケースではアメリカのメキシコ大使館における人権と薬物統制プログラム担当の職員はこれらの違反を助け、強査しているとして非難される。1997年12月には 重装備のメキシコ特殊部隊兵士の一団が、ハリスコ州のオコトランで20人の青年を誘拐した。関係する隊員のうち6名は、空挺特殊作戦軍のトレーニングプログラムの一部として、米国でトレーニングを受けていた。メディア及び報道機関もまた攻撃を受けた。レポーターは誘拐されて殺され、メキシコのテレビ局であるテレビサのオフィスは爆破された。 いくつかのメディアでは、単純に、麻薬犯罪の報道を停止した。多くのレポーターは、麻薬カルテルによる連絡を受けて脅迫されていた。カルテルはまた、一部の報道機関にも浸透している。PTSD になっている記者もいる。2010年、12人の市長が、チワワ州、ドゥランゴ州、ゲレーロ州、オアハカ州を呼び、ミチョアカン州で殺害された。また、 知事の候補者も殺害された。メキシコ軍はアメリカ及びカナダにコカインを輸送する麻薬カルテルの能力を大きく削ぎ、コカイン価格は1キロあたり23,300ドルからほぼ39,000ドルにまで高騰したことが2009年にはバンクーバーでのギャングによる抗争の急増を促し、アメリカ及びカナダの麻薬市場はコカインの長期不足を経験した。 この圧力の証拠としてアメリカ政府は2007年初旬から2008年中旬の間に米国内で押収されたコカインの量が41%減少したと述べたアメリカ合衆国アメリカの司法省はメキシコの麻薬カルテルがアメリカへの最も大きく驚異的な犯罪組織であると考えているカルデロン大統領就任からの初めの18ヶ月に メキシコ政府は麻薬戦争において70億ドルを費やした。米国への協力を求めたメキシコの当局は違法な麻薬取引は分担しての解決が必要な共有問題であると指摘し大部分の資金がアメリカの麻薬消費者からメキシコの商人へと流れていると批評した。2009年3月25日、アメリカの国務長官ヒラリー・クリントンは 我々の強欲な需要が違法な麻薬取引を焚きつけていると述べ、アメリカ合衆国はメキシコに広まる麻薬によって焚き付けられた暴力に対する責任を分担しておうとも述べた。アメリカの国務省職員はメキシコ大統領フェリペ・カルデロンが意欲を見せるアメリカとの共同活動は保安、犯罪及び麻薬の問題について前例がないということを知ったので、 アメリカの議会は2008年6月下旬に3年間の国際支援計画であるメリダイニシアティブに基づきメキシコ及び中米の国に16億ドル分の支援を提供するための法律を可決したメリダイニシアティブはメキシコ及び中米の国に国の司法システムを強化するための技術的な助言及び警官のトレーニングや機材を提供しており現金や 武器の供与は含まない。2009年1月、アメリカ軍は戦争が25年延長されれば犯罪組織の軍事力の強さのためにメキシコ政府崩壊の原因となりかねず、その対立はアメリカ国境にまで広がりかねないという懸念を表明した。現在、メキシコの麻薬カルテルはすでに最も主要なアメリカの都市にも存在している。2009年、 麻薬の流通も維持するか、卸業者に麻薬を供給している、メキシコの麻薬カルテルが存在している200以上のアメリカの都市を特定し、100以上の都市で3年前から存在していた。複数の研究者は、麻薬の供給との戦いに対する継続的な支援より、むしろ、需要を抑制するための防止、治療、教育計画に集中するよう提案した。 調査では、軍が、問題の根本的な原因を無視するために、彼らの麻薬禁止のための努力が失敗すると示された。1990年代中期の間、クリントン政権は、ラントドラッグポリシーリサーチセンターに資金を提供して、重要なコカインに対する政策の研究を、注文していた。研究では、30億ドルで連邦を呼び、 地方警察から治療まで変える必要があると結論付けられた。レポートは治療が薬物使用を減少させる最も効果的かつ最も安価な方法であると述べた。クリントン大統領の麻薬対策局長室は膨大な警官への支出を拒否した。ブッシュ政権は2009年度予算において 薬物治療及び防止プログラムの支出を7300万ドル、もしくは1.5%減少させることを提案した。アメリカの死者数及び国家の安全アメリカの当局は、メキシコのカルテルにつながっている殺人、誘拐、家宅侵入が急増していると報告しており、2008年には少なくとも19人のアメリカ人が殺害された。また、 2004年以降200人以上のアメリカ人がメキシコで殺害されている。アメリカ統合戦力軍は最悪のシナリオに関してメキシコの政府とその政治家、警察及び裁判の基盤のすべてがギャング及び麻薬カルテルによる継続された攻撃と圧力のもとにあり、次の20年でメキシコが突然崩壊することを考慮している。アメリカ統合戦力軍は この内部対立が次の数年にわたって、メキシコの国家の安定性に大きな影響を及ぼし、単独での国土の安全保障への影響に基づき、アメリカへ対応を要求することを懸念している。2009年3月、アメリカ国土安全保障省は、アメリカメキシコ国境を越えて溢れてくるメキシコでの、麻薬に関わる暴力の脅威に対抗するために、 周兵を使用することを考えていると述べた。アリゾナ州及びテキサス州の知事は麻薬の密売に対して地方警察がすでにそこで支援しており、それらを助けるために周兵の部隊をさらに送るよう連邦政府に要請した。2010年に起こった、おそらくは麻薬密売人によるものとみられるアリゾナの牧場主ロバート・クレンツ殺害の後、 国境上の周辺の需要は大きく増大した。2009年3月、オバマ大統領は、麻薬、金及び武器の密輸を防ぐため、2億ドルを配分し直し、500人以上の連邦捜査官を国境の要点に移動させる計画の要点を述べた。2010年5月25日、オバマ大統領は、メキシコの国境保護と活動の実施を援助するために、 アメリカの国境に1200人の州兵の部隊の配備する許可を与え、さらに列車に税関と国境保護のための職員を追加する支援を行った。この配備は主に国境に位置する州政府によって2000マイルを超える国境線をコントロールするにはさらに1800人が必要でありこの配備は十分でなく、 国境での侵略を止めるための重大な試みというよりは政治的な章であると批判を受けた。メキシコ軍の取り締まりによって一部のカルテルはより安全に活動できる場所を求めて、増愛による魅力があり、警察力が弱く、密輸の陸路の途中にあるグアテマラの国境の向こうへと追いやられた。密輸業者はグアテマラのジャングルに隠されたプライベートな滑走路に、 つく小型飛行機から麻薬を取りまとめるそれらの貨物はメキシコを通ってアメリカの国境線上に移動されるグアテマラは何十人もの麻薬関係の容疑者を逮捕し巨大な大麻とケしの畑を焼き払ったが苦戦しているアメリカ政府が高速ボート及びアンシスコープを地域の麻薬対策への援助に関する一括計画に基づいて送付したが さらに多くを必要としている。2009年2月、ロッセタスは、グアテマラの大統領アルバノコロンを殺害すると、脅迫した。2010年3月1日には、グアテマラの国家警察の所長と、国の、反麻薬当局のトップが、麻薬密売に関与した容疑で逮捕された。ブルッキングス研究所の報告では、率先的かつタイムーリーな努力がなければ暴力が、 中米地域中に広まると警告した。メキシコのアメリカとの協力が改善され、アメリカの都市と町で755人のシナロア、カルテルの容疑者の逮捕につながったが、米国市場はヨーロッパのコカイン需要が急速に発展することによって影が差している。現在、ヨーロッパのユーザーは米国資家の2倍を支払っており、コロンビアのギャングは大西洋上の輸送に、 メキシコの仲介を必要としない。2008年9月17日、アメリカの司法長官は、国際的な麻薬禁止活動である、プロジェクトレコニングが、警察組織を含むアメリカ、イタリア、メキシコ、カナダ、グアテマラにおいて、コカイン取引に関与している500人以上の犯罪組織のメンバーを捉えたと発表した。この発表の最も興味深い部分としては、 イタリア・メキシコ間のコカインコネクションがある。少なくとも9つのメキシコ及びコロンビアの麻薬カルテルが11の西アフリカの国に基盤を持っていることが確認された。彼らは金になるヨーロッパ市場に近づくための足がかりを切り開くために地元のギャングと密接に関わって活動していると伝えられている。コロンビア及びメキシコのカルテルは 大きな荷を西アフリカに密輸し、それをばらして小分けにし、ヨーロッパへと密輸することが、より簡単であるということを発見した。北アメリカの麻薬禁止キャンペーンによって、すべての非アメリカ系コカインの50%近く、または、世界的な流通のおよそ13%が現在は、 西アフリカを通じて密輸されているように、西アフリカ地域の麻薬輸送が劇的な増加に至ったのに加えて、西ヨーロッパにおいてコカインのより多い需要がある。ブラジルのフェルナンド・エンリケ・カルドーゾ、メキシコのエルネスト・セディージョを呼び、コロンビアのセサルガビリアラ元大統領たちによると、アメリカ主導の麻薬戦争は、ラテンアメリカを悪化の螺旋へとし進めている。カルドーゾは会議で、 利用可能な証拠は、麻薬戦争が失敗した戦争であることを示している、と述べた。カルドーゾが主導する薬物及び民主会委員会の、ラテンアメリカ会議のパネルにおいて、この戦争に関係する国が、タブーを取り除き、反麻薬プログラムを再検討しなければならないと述べた。ラテンアメリカの政府は、麻薬戦争を戦うために、アメリカの助言を守ったが、 方針はほとんど影響を持たなかった。委員会は、バラク・オバマ大統領に、保安計画としてでなく、公衆衛生問題として、薬物使用を治療することや、大麻解禁のような新しい方針を考慮するよう、進めた。西半球問題協議会は、麻薬の解禁と合法化を深刻に考慮するときだと、述べた。2009年には、ヘロイン、マリファナ、 コカインの個人による少量所持が基礎対外となり合法化された。メキシコの麻薬カルテルとコロンビアの供給元が利益をもたらしているという事実にもかかわらず、毎年180億から390億ドルをアメリカから移動資資金洗浄している。アメリカ及びメキシコ政府は、 資金洗浄を含む様々なカルテルの財政的な活動に直面した際の彼らの反応が消極的もしくは遅いと非難された。アメリカの麻薬取締局はメキシコの違法薬物に関する資金の動きに関して財政調査を増やす必要があると確認した。DEA は麻薬カルテルの財政的基盤を攻撃するために 実現可能な麻薬実施戦略において重要な役割を演じなければならないと述べた。しかしながらアメリカの DEA はアメリカとメキシコのファイナンシャルサービス産業が麻薬販売によって動く金の手助けとなっている点を注目した。先例に従い2010年8月にフェリペカルデロン大統領は現金密輸と資金洗浄を取り締まるための包括的な新しい 基準を提案した。カルデロンは不動産の現金購入と10万ペソ以上する贅沢品の購入の禁止を提案した。彼の包括的な提案は、例えば不動産や宝石、走行メッキの購入などのような大きな取引を報告することを企業に要求する。6月にカルデロンは銀行で交換するか預けることのできるドルの量に、 厳しい制限をかけることを通知した。しかし、金融機関や提案された規制は、メキシコの議会で、厳しい反対に直面している。ランド研究所は1990年代半ばに、麻薬使用者に対する治療を行い、米国内での麻薬使用量を抑制することは、法執行機関による対策だけを行う場合と、比べて7倍費用対効果が良く、 麻薬使用量を3分の1に削減できる可能性があるという研究結果を公表した。オバマ政権は2011会計年度の予算要求において麻薬需要削減を目的として56億ドルを盛り込んだ。この中では乱用防止のための費用が13%、乱用者治療のための費用が約4%増額されている。 2011会計年度の予算要求における、麻薬対策全体の費用は155億ドルであり、前年度から5億2110万ドル増額されている。ありがとうございます。